どうも、小田です。今日は7月1日でございまして、某ホテルに泊まっております。一応これはね、また後日どこにいるかっていうところがバレると言いますか、バレてもいいんですけども、とりあえず分かると思うんですけど、一応今はですね、内緒ということにしておきます。それで今日はね、7月になりましたけど、皆さんなんかありませんでした？7月、家出てない人ならね、このなんかっていうのは分からないと思うんですけども、僕はびっくりしたのが、そうやっぱりこうホテルとかね泊まると、こうやね、夜部屋でいろいろこうね、セルフ一人パーティーしたいみたいなね、そんなパーティーってね、イエーイってやるのじゃなくて、普段こう妻と一緒にいて、なかなか今も一人なんですけども、監視社会って言いますか、こういろいろ買ったらね、食べたら怒られるんで、こうやって一人の時、特に今とかだとね、いろいろやってる、今日も一日だから疲れましたよ。なので、ちょっとなんかお菓子とかね、言っちゃえば、ね、コーラとか、コーラとかね、買っちゃおうってね、なったりするんですけれども、今日、コンビニ、行きまして、タイトルとかにもう書いてると思うんですけども、レジ袋が有料になってる。これね、テレビね、私最近コロナになってから結構、ね、テレビ見るというか、ね、この瞬間ちょっとなくしたいなっていうふうに思う一方見ちゃうんですけども、レジ袋で連日報道してて、夕方のニュースとかで、妻がね、ちょっと大げさじゃないみたいな、勝手に有料にするのはいいけど、そこまで騒がないで、勝手に、ね、有料にして、あ、そうなんだぐらいでいいんじゃないみたいなね、そう、ってことを言ってて、僕もね、でもね、レジ袋有料、嫌だよねみたいなことになってて、それでもすっかり忘れてたんですけど、今日からレジ袋有料なんですね。そう、だからね、そう、ローソンで、これはちょっとセブンイレブンで買ったんですけど、買い物したらですね、機械のアナウンスで、レジ袋は3円ですみたいなこと言われて、おお、今日からかみたいな、すっかり冬打ちで、もう他人事と思ってましたけども、レジ袋が、今日から有料というので、皆さんはどうですか？ 3 円、どうします？例えばこのコーラだって、セブンイレブンで買って、またね、これもシールにしてもらったんですけども、結構こう夏とかだとね、濡れるわけですよ。で、私もね、今、こういった風な、カバンをね、持ってるわけですけれども、こんなやつ、この中にね、もちろん入れるっていう選択になりますよね。ちょろっとだったら、そうです。さっきお菓子とかも買ったんで見せますけど、こんな風にね、入れますよ。ただちょっとコーラとかね、入れたら濡れたりするじゃないですか。そうだから僕もね、もちろんこうエコ、やっぱりね、こうゴミ袋が減ればですね、地球にも優しいというので、もちろんそれは分かってますし、そうやったらコーラはこのペットボトルだってね、あんま使わないように意識生活しろよっていう感じですけども、とりあえずじゃあちょっと飲みますわ。こちら、美味しい、ということで、ちょっとびっくりしたっていうそれだけの話です。皆さんそれでね、どうしますか？多分これめっちゃな、ね、もう3円払ってでもクレ派と、もう断固してでもね、それだったらいらない派っていうのは分かれると思うんですよ。僕はね、ちょっとね、すごい、今迷ってて、ちょっと狭間にいるんですよ。それで今日3回もコンビニ行ったんですよ、実は。いろいろあって。それで2回断りました。それで1回は、もう入れてくださいっていうふうに、言っちゃいました。そうね、こう海外とかね、よく行かれる人とか、海外住んでた人ならあるあるだと思うんですけど、もう海外、もうね、特にヨーロッパとかな、もう当たり前のようにもうね、袋くれないんですよね。そう、あるなら、もうやるなら、買う、なんかね、入れるならもうなんかめっちゃいい、ね、ビニール袋みたいなのが売ってて、ね、30円かそれぐらいで、それ買ったりとか、エコバッグとか売ってたり、それ買ったりとか、それでね、普通にヨーロッパではですね、そのようなことやってるんで、私も一応、海外とかよく行ってる、人間でしたし、エストニアも一応、住んでたことがあったんで、海外かぶれではあるんですよね、多少。だからこういったことは慣れるかなって思ってたんですけども、やっぱこう、ね、日本にいるともう完全そのスイッチ切れてて、やっぱすごい日本でね、
こういったのなんかこうまとめて3個ぐらい買ったのに、はいっていう風にあのね、まあ選択はできるんですけども、あのやられるとちょっとね、あのびっくりしと言いますか、違和感あるなっていう風に、ね、あの思ったりしましたね。あー、そうね、これはまあ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 、あのね、どうなると言いますか、仕方ないことだとは思いますけども、韓国とかどうだったっけな、有料なのかな、まあでも台湾とかでもすごい、またファミマで買って、あのレジ袋くれって言ったら有料だよみたいなこと言われて、あ、そうなんだって、ファミマ台湾でもみたいなことを思った記憶がもう2年前ぐらいですね。だから日本って多分ね、まあこう世界のトレンドでもね、日本はまあね、まだ未だにこうプラスチック、ね、渡してあの環境を汚してるみたいな、なんか多分そんな雰囲気からあのこういった風になったんじゃないかなっていう風なあのことをですね、勝手に予想したりするんですけれども、どうですか、皆さん賛成ですか。またね、もちろん賛成すべきではあるんですけれども、まあちょっと不便ですよね、コンビニでもあのね、レジ袋有料、それでね、7月1日からちょっとローソンもちゃんとそうやって準備してたんですね。こうね、もうレジでレジ袋は有料で3円ですみたいなね、すごいなレジ、そんなことも考えてたんでですね、それでだってね、しないとあの多分今日めっちゃトラブルあったと思うんですよ。有料なのみたいなね、もう全員テレビ見てるわけではないし、コンビニでも有料なのみたいな、スーパーならまだわかるけどみたいな、なんかそんなことをですね、言った人が、まあ、だいぶいるんじゃないかな、1000人以上は絶対いますよね、その会話は。コンビニ店員と普段ね、あんまり交わし合うことはないですけども、そう、なんかそんなことをですね、なんか思ったりもしました。これは果たしてもう慣れるもんなんでしょうかね、1年後2年後とか当たり前になるんですかね。全くなんかそんな気がしないんですけど、私はね、まあ、とりあえずはなんかそう3円になったというので、まあでもエコバッグとかやっぱもうね、そういったのを持つのが当たり前の時代になるんでしょうか。あー、なんかね、ちょっと私自身まあね、ズボラなところがありますので、これはね、もちろん環境を考えるとね、これ何回言ってんだ話ですけども、まあやるべきなんでしょうけども、ちょっと嫌だな、もうこれがなんか老害の始まりなんでしょうかねそんなこと正直に思いましたね。ということで、まあね、あのコンビニとしてもあんまりやりたくはないんじゃないかなっていうふうにね思いますし、だってね、コンビニってめんどくさがり屋が基本的に行くとこだと思うん でそこで有料でね、割引にしてくれたらいいんですけどね。そう、いらないと言ったらマイナス2円とかね、今までこうキャッシュレスもねなくなったらしいですね。そうそうそう、あの何気にこうね、クレジットカード決済してたらなんか2円引きとか10円引きとかなってましたけども、それも今日昨日で終わりというので、今日からもう普通というので、それもね、終わっちゃってレジ袋有料っていうので、いや、コンビニ業界としても正直困るんではないでしょうかね。割引にそうだな、してほしかったなっていうようなことをですね思いつつ、はい、今日もコーラで一杯、はい、というので、まあまあまあ、でもね、仕方ないっちゃ仕方ないですね。美味しい。まあね、ということで、まあそんなですね、ちょっとどうでもいい、どうでもよくはないと思いますけども、あのお話でございました。どうですか、皆さんもぜひともね、なんかこれについて思うこととかあるので、コメントいただければと思います。ということで、またね、あの今日も動画アップしましたけれども、あの今日は CIC についての動画ですね。それを、まあ、あの先ほどとかずっと編集したりとかしてて、はい、アップしましたけれども、そう、最近のね、ちょっとまあここどうですね、ここから続いて話すとですね、そう、ちょっとね、今までこう、ね、緊急事態宣言からこう毎日投稿っていうのをなんだかんだ言いつつもやってたんですよね。でもちょっと最近になってね、あのホテルレビューが増えてね、ホテルレビューって1泊2日とかになるんで、どうしてもね、あの日帰りとかできないんで、まあ日帰りでもいいと思いますけど、そういったね、あのやつでも、まあとりあえず普通に泊まったらあれなんで、そう、だからなかなかね、あの動画っていうところがですね、最近ちょっときつくなってきたっていうのがあるんですよね、毎日投稿、
まあ、別に毎日東郷にこだわってるわけではないんですけれども、なんかね気持ち悪いみたいな、出さなかったらやっぱなんかね負けた気がするみたいな、かといってまあこうクオリティの低い動画は出したくないっていうのももちろん一方であったりとかして、ちょっとね葛藤ではありますけど、とりあえずはギリギリねなんとかやってるって感じなんですけど、もしかしたら今後はあの動画の投稿っていうのはもうちょっと落ちるかもしれないですけども、うん、まあでもそういうことにして、またなんかこうね日々あのいろいろどういった動画撮りたいとか、あのそういったのを考えつつやってるんで、うん、そうだからね、そういそう昔はねこういろいろ飛行機とか乗ってた時はね、わりかしこうストックみたいなのあったんですけど、ちょっと最近はまあ国内だとね、わりかし自由に動けるようになってきましたけれども、それでも、うん、なんか昔のようにはいかないなっていうような感じですね。はい、ということで、できればなんかね、今日は久々のセカンドチャンネルの、更新でございましたけれども、なんかこういった語り動画っていうのをサブチャンネルで毎日ぐらいでも上げていきたいなというふうに思いますね。うん、ということで、まあ、今回はですね、7月1日、レジ袋が有料になったよっていうですね、お話でした。これについてぜひとも、なんか皆さん、どうするとか、あと、思うこととかあるのではコメントいただければと思います。ということで、今日は、おやすみなさい。それでは。